いただいたりとかしたので、はい、なんかこういう雰囲気とかイメージ画像とかってあったりしますか？できたら後ろは全部後ろに流したいです。前には入れないです。入れないくて、ちょっと本当ね、こうどうですか？あ、かわいいですね。こういう感じでいくと、うんうんうん、ね、なんかめっちゃいい感じじゃないですか、はい、ちょっとこういうウェーブフラット系でいかがでしょう、うんうん、はい、お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。夜の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 夜左足は横向きで、こっちちょっと前だと思います。はい、バッチリです。ここがあるので、ここ軽く伸びていかないと思います。はい、OK です。パンツのポケットに親指だけ引っ掛けてみます。はい、こうやってポージング。はい。お色の感じで言うと、ネイビーの方が少しこう若々しいと言ったらいいですかね。で、黒の方が大人っぽいという質問ではあります。こんな童顔だから、黒だとなんか、頑張ってる感じが、そうなんですか。私たちはどっちもお似合いだっていう形だったので、黒がいいよねとは話してたんですけど、おサイズ感がジャストフィットだったの黒だったんですよ。なるほど、サイズがドレスのネイビーでもありますかね。黒の方がより合うとは言ってたんですけど、シャルムには多分そうかなと。でも、このパープルのドレスを考えるとネイビーも合うなと思います。いいですね。いつもより可愛いですね。いつもありがとうございます。はい。で、ドレスを着替えなさるんですね。1週間終わったら着替えたい。結構早々に。なんか安っぽいって言われたんで。なんか。全然。シャンプーの方がやっぱ可愛いよね。まあ、重厚感がね、やっぱり。違いますよね。で、1号館だけどね。OK です。で、ヘアメイクはこのままで着替えて、夜にヘアメイクは変えたいです。わかりました。はい、シャルムでこの髪型もしつつって感じで、ね、はい、やっとしました。はい、馴染ませていただいて、めちゃくちゃ肌綺麗ですね。ありがとうございます。見てください、もうちょっと調子に乗るから。めちゃくちゃ入ってくるから。めちゃくちゃ綺麗ですよ。あ、すごい綺麗になった。もともとがいいのよ。よかったね、メイクマジックだね。もともとがいいの。よかったね。ありがとうございます。はい、ではそんなコーナーでですね、はい、出発の時間になってまいりましたので、はい、では出発して。これをこの形ですくい上げる。そう。そうするとなんかこう手の形すごくこう綺麗になりやすい。少なからずこれよりはいい。はい、ああ、綺麗綺麗。いい状態。ちょっとだけ手を少し、そのぐらいね。そう。頑張って見つめ合ってる。そう。落としてもらう前提だからね、これ一応。よ。そうよ。手差し伸べただけじゃなくて、起きる5秒前。 OK、ブーケ持ちましょう。で、右手を持っていただいて、はい、さあさあ、綺麗綺麗。
そう、じゃあ2人とも目線こっちまで、そっと、そう。肩触れ合いました。肩歩いて肩触れ合いました。触れ合ったらあずさんはこちらに、うん、チキッて、はい、ましたイメージで、そうそう、もっと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 キュッと肩触れたら、はい、好きって、キュッ、そうそうそう、よかった、いい感じ、おお、うん、まあ、いいねオッケー、じゃあ次のパンチ、いい感じね、ここは。結婚式あるあるで、じゃあ、なんだろう、2人並んで撮りますって言うと真横向いちゃうんですよ、2人とも。こうやって、で、アンジさんもこっち側にこうやって、それ当然当たり前だけど、太く見えます、それは。少しね、もうちょっと、ほんとちょっとでいい、少しだけこうなんか少し谷を作っておくとすごくスタイリッシュに、はい、見れます。いきます、はい、チーズ、はい、チーズ。そう、お顔をしっかり右向けた状態で、そうそうそう、絶対もっと下にお顔下げていいよ、そう、綺麗。自分の重心を左手を信じて後ろに、そうそうそう、踊って、そう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 、もっとお顔起こす、そう、はい、いきます、せーの、ような感じになっちゃうので、まずはできればこうしっかり、ね、腹筋使ってここでこう支えてちゃんと起こすこと、はい、そしたら新平さんの左手がちゃんと生きてくるから、はい、あとなんか、ね、結婚式場でできないポーズだから、これ、そうですね、本部もお姫様抱っこも、はい、だからなかなかこう前撮りじゃないとできないし、はい、まあ、いい記念に、まあ、僕こっちかと思うんだけど、プロポーズちょっと悪いで、すごいこうやってなんかストレッチかなんかですかみたいな感じ。このかかとと膝をなるべくこう近づけておくとか、こんな感じ、外装の下でこくり始めたみたいな感じですから、はい、そうそうそう、そう、そこで目線下に、肩はね少し内に入れて、そうそうそう、入れすぎた、戻る、そう、目線下、そう、でおでこコツンするときにこの位置でおでこコツンするとお肉フリーになりやすいから、まず患者さんしっかりお腹をちょっと前に、そう、ここにマージン作るんですね、うん、でそこからお二人ともまずお顔をまっすぐキュッてます、そう、で絶対届かないじゃん、うん、そこでおでこを合わせる、目つぶ、そう、カロリーぐらい使ったんじゃないですか。めっちゃ使ってますね。最高ですけど。ありがとうございました。また楽しみに来てください。ありがとうございます。